どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今日はですね、ギャング大戦争を久しぶりにやっていきたいと思います。今回はですね、こちらのシボレーのシルバラードという車両に乗っていきたいなと思います。めっちゃ長いんですけどね、ここに大量に仲間を乗せて、ちょっとね、他のギャングのところに行って戦いに行きたいなと思います。もうなんか王様になった気分ですね、この車両に乗ると。でかすぎるな運転がめっちゃ難しそうなんですけどね。おお、すげえ。あー、仲間がいたね。これなんかあんまギャングっぽい感じがしないんですけどね。一緒に戦ってくれ、僕と。おお、後ろに乗ってくれたね。おお、いいね。一番後ろに乗ったねああー、ちょっと何やってんだ、何やってんだ、王様に向かって何やってんだこの野郎。僕は誰だと思ってんだとんでもないやつだな。ああ、銃撃戦が始まった。おお、やばいやばいやばい。ちょ、降りよう降りよう降りよう、降りてやろう、やっつけようやっつけよう。今回はですね、ベクターを使っていきたいと思います。ああ、これ民間人か、間違って撃っちゃったリロードするよ。おお、後ろ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 、あ、これ味方、オッケー。うおー、めっちゃ飛ばされたすげえ飛んできたな。オッケー、倒したよ。あれ、奥から来てんの仲間か。おお、だいぶ仲間集めましたね。これで何人ぐらい乗れるんだろうね。おお、すげえぞすげえぞみんな乗ってくれるぞ真ん中の席も乗れるよね、乗れない。このギャング戦争の被害が半端なさそうだなっていうね、まあ、多分経済的な被害は非常に多いですね。もう国が崩壊すると思います。あれ、あんまり乗ってくれないな、こっち乗ってくれよ。座席の数はね、こんなにもたくさんあるんですけど、車両に乗せられる人数がこの3人しか無理というねなんという無駄な空間だ。まあ、やっていこう、これで。あー、ちょっと待ってくれ。今回行きたい場所はですね、めっちゃなんか揺れる。あー、ちょっと運転しづら、本当にあー、めっちゃ撃たれてる。撃ってんのか、僕が。まあいいか、行きましょう。今回行くのはね、ピンク色のギャングですね。で、ピンク色のギャング内定したところですね、女性のギャングがめっちゃ多いんですよね。というかもう、ピンク色のギャングね、全員ね、女性ギャングなんですよね。なので、ちょっとね、今回は、そっちに行ってみたいと思います。あー、すげー壊れる。今の勢力図はね、こんな感じになってて、もうロスサントスの大半はですね、白色のギャングがもう制圧してて、ピンク色のギャングもね、だんだん山のあたりとかも制圧してきてるので、早めにね、もうこの一番どでかいこの拠点に行って戦争を仕掛けて、一気にね、女ギャングたちを全員ね、捕まえたいと思います。まあ、至って普通運転席視点は至って普通なんですけど、とにかくこれ運転しづらい、なんかめちゃくちゃ車体がね、思ってる以上に軽いんでね、後ろが浮いちゃうんだよね。これは結構欠点なんですけどね、なんとか着きましたね。もう少し、あー、おー、やめてくれー本当にすぐにひっくり返るからね。よし、この先ですね。あー、ダメだなんてこった。ここでちょっとどでかい戦争を仕掛けて、あー、来てる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 、まずい、まずい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 、一回降りよう、一回降りて、うおー、全員なんか水着ですね。 OK、 倒した。ベクターめっちゃ強いな、ここか。 OK、 死んだぞ。ご覧ください、ピンク色のギャング全員こんな感じでね、水着の美女たちですね。おー、これはちょっとね、おお、なんとか制圧して。服装が違ったのでギャングの服装にね、変えておきました。ここですね。よし、女ギャングの拠点に来たぞ。これで戦争を行っていきましょうかね。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、戦争が始まったぞオッケー、全員行くんだ全員行くんだ、やっつけろ。相手は水着だからね、こっちの方が砲弾が、わー、なんか引かれた、ちょっと後ろから引かないで、頼むから後ろから引かないで、やばいやばいやばい、
ああもうこれ無理だな。めっちゃこれめっちゃ難しそうだね。で今回ライトセーバーっていう武器もね手に入れましたので、それをちょっと使っていこう。どこだ敵は。そこか。オッケー、攻めていきましょう。こちらですね。どれだ、ライトセーバー。今回ライトセーバーだ。これですね、ライトセーバーこれで、おお頭をかちまったぞ。おお、今度は腕を切り落とした。うわ恐ろしい。めっちゃ暴走してるな。どこだこの野郎あ、死んでるね。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。あれ倒してた。あ、まだまだ敵いそうですね。171って書いてますね。で、ベクターこちらですね。めっちゃかっこいいね。おお、めっちゃ来てる。味方の番がめっちゃ来てますね。かっこいいな。あー、どこだどこだ。あれか、あそこら辺にいるんでしょうかね。あ、いたいた、上にいた。おお、山の上から攻めてきてるな。おお、しょしょしょ、いいぞいいぞありえない距離届くよねベクターサブマシンガンなのに。おお、しよし、いいぞいいぞいいぞ。ちょっと車、車もスポーンさせてみようかな。あー撃たれた、この野郎。まずい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 。いいぞ。どこどこ、後ろか。降りてきた降りてきた。すごい大戦争だね米軍出動するレベルの大戦争だね危ない危ない危ない。ちょっと待って待って、人口が減りそう。この戦争でロスサントスの人口だいぶ減るね。おお、あいつだあいつ倒そう。オッケー、もう少しだな、もう少しもう少し。当たらん当てんのかなり難しい。あーやべ。オッケー、いいよ。まだまだいる。なんだこれは、やばいほどいるな。あー、またなんか引かれた、誰かに引かれた。オッケー、待ってね。うわもうちょっと行かないでくれ、頼むからあー、なんかお腹が痛くなってきたわ。今日ねまだ寒い季節なんですけど、どうしてもねかき氷がね食べたくなったんですよね。なんとしてもかき氷が食べたいということで、いろいろ歩き回ってね、かき氷がね売ってる場所というかね、食べられるお店を探して行ったんですけど、めっちゃ高いかき氷なんですよね。柿のねかき氷なんですけどね、果物のめっちゃ味が澄んで、まあ美味しいっちゃ美味しいんですけど、高いね、1000円もするんですよね。なんかうまいこと写真が撮れなかったんでこんな感じなんですけど写真だけ見るとなんかまずそうだなって思うんですけどね。まずくはなかったですね、味はまずくなかったんですけど、うーん、なんか微妙でしたね。まずくはないけど値段が高いなみたいな、これで1000円かみたいな500円ぐらいでいいんじゃないかなと思ってしまったんですけど、まあ久しぶりにねかき氷食べれたんで、まあいいでしょうまあいいでしょうって感じなんですけど、ちょっと待って、もう全然知らないやんこれ。ああもうリンチ状態だね。オッケー、死んだ。オッケー、今度は向こう側から来るんだね。どこだどこだどこだ。ここら辺にちょっと盾、わあひっくり返った。盾として置いとこうかなと思ったけどひっくり返っちゃったわ。なになになに、どこで撃たれてるの。やばいやばい、めっちゃ来てる。やばい、もう弾がない。オッケー、倒した。ちょっと AK に変えて当てんのめっちゃむずいわ。オッケー、いいぞ。ちょっとライトセーバー使っていこうか。あー下からも来てる下からも来てる。
車で来てるぞ。ああ、ひっくり返ってる。上から撃ちまくってやろう。これはかなり怖いよね、上から撃たれるっていうのは。オッケー、全員死んだね。よーし、ライトセーバーで行くよ。おお全員倒してやる。全員倒してやる。うわ、こっちにいるか。もうプールがもう血みどろになってる。血みどろプールだよ。気持ちいいなこれ。これはもう。こっちにも後ろ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 、ここにもいる。上だ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 、倒しに行こう。てか今日のフランクリン最強すぎないか。今日はちょっと最強みたいですね、フランクリンさん。全然減らないわ。こんなに倒したのに全然敵が減らないわ。まだいるまだいる。うーわ、めっちゃ溜まってる、なんだこれ。すげえいっぱいいるわ。てかこれ本当にいかつすぎるよね。フランクリン180センチぐらいあると思うんだけど、それ以上ですからね、本当にいかついよね。この日本人から見たらもうやばいほどでかいんじゃないかな。かっこいいですね。燃費どれぐらいなんだろうね、こういう車。もうガソリン使ってるの、軽油かな。もう燃料捨てながら走るぐらいのレベルでしょうね。オーケー、ほとんど倒せる。ライトセーバーで戯れに行きたいと思います。うおすげえな今の。あははははははは、おおこの人倒してやる。うおー、山盛りいる山盛りいる。おお、二人抜きできた。かなり量多いな。このオーティキャングどんだけ人数多いの、本当に。倒しても倒しても出てくるんだけど。で、前回乗ってたドンクはこちらですね。やっぱこの車両いいよね。やっぱドンクの方がいいですね、ドンクカスタムの方が。まあ、この車両も好きなんですけどね。さあ、どこだ次は。家の方から湧いてるね。おお、行き止まりになってる。あは、突破していった。かっこいいな今の突破仕方。なんかね、新しく追加された武器があるんですよね。これやってみたいと思います。撃ってみよう。うわ、すごっ。強っ。なんだこれ。めちゃめちゃ強いな。レーザー光線の武器ですね。強すぎる。やばい。圧倒的火力なんですけど。これは悲惨だね。ひどいにスキルだ。ここに全員ね、ギャングを乗せれたらね、面白いんですけどね。それができたらすごい最高にいいんだけどね。うわー、めっちゃいるな。めっちゃ敵がいるわ。うわ、このショットガン強い。うわ、やばい、このショットガンめっちゃ強い。おお、いいね。もうターミネーターだね、ほんとフランクリン。一人で人類滅ぼすことができそうだね。で、ロケットランチャー撃ちまーす。うわー、岩のナイスキルだ。映画みたいだね、岩の殺し方。あ、また消防車。
消防車ダメだって。おお、このシーンかっこいいな。なんか全員で戦いに行ってるシーンがめっちゃかっこいい。おお、いいねいいね、すげえな。やばいやばいやばい、感動するわかっこよすぎる。うわー来てるあとちょっとだ。ちょっと何やってんの、何やってんだ何やってんだ君漏れそうなんか。おお、倒したぞ。ついにですね、この拠点確保することができました。女ギャングのアジト確保することができたぞすげえ。なんか今度はサツマイモギャングがね襲ってきましたね。なんだこれ、サツマイモギャング調子なんかすごく最近。うわ、サツマイモギャングもさ女ばっかり。見て見て見て、サツマイモギャング女ばっかりだそうなの、マジか。じゃあ今度はサツマイモギャング狙っていくか